おはようございます、キリンです。ということで、今回も新しいエピソード、ね、引き続きグレートバリアリーフの海をお届けしています。今5時45分美しいね、朝焼け、朝日が出てきました。で、今日は6時に、ブリーフィングが始まるので、いや、いいですね、早起き。これから1本目潜っていきたいと思います。したら、1本目から上がってきました。で、今ね、これからクルーが船を移動させて、これから隣のサクソンリーフに移動していきたいと思います。いやー、透明度もすごい良くて、でね、朝お魚さんたちがこうちょうど朝起きて朝食を食べているような様子をいっぱい撮れたので、すごいいいダイビングになりました。で、サクソンも結構なんか昆布締めとかが今いっぱいいるみたいなので、まあね、そういうのを見れたりしたらいいなと思いますので、サクソンに向かっていきたいと思います。ということで、ランチを食べ終わって、で、今新しい、ゲストが、来ました。で、ちょうどね、昨日僕が乗ってきたようにシークエストに、新しいお客さんが来ましたので、また結構今回も満席のようで、にぎわってくると思います。で、サクソンリーフに、来て、で、多分あっちがコーラルガーデンで、ここがなんだっけな、
まあでもここは拳目とかが結構いるようなポイントなので、まあそういうね拳目とか、あとサンゴも結構綺麗だし、あとはまあ砂地のね気持ちいいところになるん で砂地のところにポツポツこうちっちゃな根があったりするようなところなので、まあじっくりねゆっくり、そんな潮もかかってないようなところだと思うので、まあじっくり楽しんでいきたいと思います。ワンプレートサーブされるような形になります。今こうやってね、みんなで仲良く、 Oh, there's a lot of people today. 今日はいっぱい人がいます。まあ、こんな感じで食べていきたいと思います。